海底地形図を 100% にするってすごい大きい目標があるんですけど、海の研究が楽しめる人を増やして一緒の研究をしようっていうのが DSET プロジェクトです。革新的な技術を作るために新しいチームを作ろう、超異分野の技術開発チームを作ろうというところからこのプロジェクトは始まりました。実際に開発を担う3チームのチーム形成の合宿を行って研究費を支給したというようなのが今のフェーズになっています。海底の、画像探査を行うためのロボットの開発というのを行っております。まだよく分かっていない海のことを、水中のドローンを使って、調べるということもそうですし、そちらの開発ということを行っております。超音波による探査というものがあります。ちょっと大げさに言えばもうこの技術が世界の海洋開発、海洋資源開発 あのトップの技術になる、多分世界で初めて導入して海底地形図を精密に高速に作ろうという役割でございます。人工知能でもっと詳細な海底地形図を作ろうと、画像の詳細化、粗いデータをどこまで精密にできるか、そういう、人工知能を使ったその新しい技術を開発する、そういう形になっています。これまで出会わないような研究者だったり企業の人だったり、さらに中高生みたいな次世代の人も巻き込んで、このプロジェクトを通じていろんな研究成果が出て、それを種にビジネスを起こすというのを私はすごくやっていきたいと思ってます。今現在何か海というフィールドでビジネスを行ってなかったとしても、将来こんなことができないか、あんなことができるんじゃないかっていう、そういうディスカッションをもっともっと作っていければなっていうのは思っています。僕が一番大切にしてるのはやっぱりこの研究が生まれる瞬間、このワクワクする瞬間っていうのをすごい大切にしていて、 DSET プロジェクトはもうこれまで今までになかったような研究費の形なんです。新しい形の研究費、新しい形の研究チームを作って新たなものを生むっていう、海と新しい研究を作る仕組み、この2つがこの DSET プロジェクトの一番面白いところ、そう思って